火種消そう。天下の大泥棒。九尾の狐は狂蔵たちと戦い、これを下した。この時彼女と戦った英雄の狂蔵石川五右衛門らが仲間になりたいと申し出てきた。仲間、その言葉は九尾の狐に新鮮な響きを与えた。彼女は五右衛門らの申し出を受け入れると、さらに仲間を増やすべく戦うことにした。狂蔵は本物が持つ性根や能力に基づいて動く。彼らはそれぞれの目的を果たそうとするかのように、九尾の狐に組みして戦いに赴いていくのだった。この辺りにも人の子らがおるようじゃ。我が下辺にふさわしき者あらば連れてこよう。仲間を増やしゃいいんだ。この五右衛門様に任せろ。仲間は多い方がよかろう。仲間か、久方ぶりに聞く響きよのう。皆狂蔵のくせにまるで本物のようじゃ。心境は今天帝の手にあるのじゃろうな。狂蔵に何の策にも加えておらぬと封じられたわらわに同情でもしたか。天帝九尾さあ行くがよい。ま、さてこの地に手頃なる者はいよう。天家は家督や曹操との関係で揉めている。罹患の刑を用いればなびかせるなどたやすい。僕の詐欺に惑うなど愚かまり。我らの奇跡にて導いてくれよ。これ以上奴らを進ませるな。押し返せ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。退却だ。炎章が兵を出してくれれば。亡命しているとは。曹操は炎章の首と。曹操に家中の首を拾わせたいらしい。もはやこれまで。この炎章、奴が兵を出しさえすれば。やはり炎章は動かぬ。この機に曹操を疲弊させるはず。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。聞けば貴殿らは後継者から外されたと。だが後継の炎章とて何の手柄もないようさ。ならば今こそ運命を覆すと。活躍次第では後継の座を奪えましょう。ダメ事を申すな。そもそも父の意向に背くことなど。案じ召さるな。我らで曹操を討つだけです。炎章殿、我らから話を通します。うまく父を取りなしてくれ。炎章殿の動きが踏ん張れ。俺が直接行って釘を刺しておくか。
ぎ奴を止めよ。炎章と接触されては我が策に支障が来る。天下ってな、すげえ名族なんだよ。味方にすりゃお宝くれるかもしれねえな。決闘都合が悪い。ここで排除させてもらうぞ。おっと、やはり官兵衛殿が動いていたが、ゆっとやすやすと策をなされば俺も保険にかかるね。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。身に従わん。さすがのお働き。ここに偽の書簡が。代わりにこれを炎章に送り届ける。大したものよ。素晴らしい金庫活躍。敵か、逃がさぬぞ。私の知略に勝てんと思いか。このままではまずいか。炎章からの援軍はまだか。これまでか。炎章さえ兵を出してくれれば。ということが、そのまま負けではない。敵衆打ち取っぷり。決勝なに、曹操からの書簡だぞ。仕方を読んでやるとしよう。なんだこれは。私は宝石するだと。このレソースだ。もうわきまえよう。炎章の頭に血が昇っている今が効果。炎丹を曹操軍に向けて放て。この戦で俺は炎家の後継者となる。父よ、我が勇士しかとご覧あれ。後継から外した息子を捨て駒に攻め来るか。よかろう。炎章、貴様との命もここまでだ。炎章殿、曹操はあなたを裏切りましたぞ。この上は我らと共に戦いませぬか。ふん、それが上策のようだな。この炎星、お前たちに力を貸してやろう。Thank you.
派手に喧嘩してるね。俺も混ぜてもらおうか。炎章様にゴエモン様もいかがですか。ほな一枚一緒に合わせてもらおう。おお、新たに迷い込んだ者がおるよ。あの者らも引き入れられぬか見定めてまいれ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。ゲッソル素晴らしき効果ってやく。さすがのお働き。この過去を現状が相手をしてやろう。兵を火種とみなして排除する。引くことが、そのまま負けではない。敵将を討ち取った。私としたことや立場も忘れ、勝負に興じてみたくなった。我が前に立つならば気を飲みよう。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。おいらにぶっ飛ばしてやるぜよ。の与えたも罰しれるか。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。皆の者、ようやってくれた。仲間とは存外に良いものじゃのう。これにて一件落着。ってな、キツネの姉ちゃん、お望み通り仲間が増えたぜ。おくにどす、おきつねはん、よろしゅうに。名族たるこの私に協力を仰ぐのだ。領国ぐらい渡す気はあるのだろうな。領国が欲しくば見合う働きをすることだ。さてまとまりはないが戦力は増えたな。キュービーよ、まだ仲間が必要であろうか。ふん、もうよかろう。これだけおれば奴らにも負けはすまいぞ。奴らとは？かつてわらわを封じし千人、わらわに屈辱を味わわせた者どもよ。なるほど、
讐が K の目的であったか。それでその後はどうする？ふん、この世界を滑るも一興よな。わらわの力であればそれもたやすい。だがまずは仙人らへの復讐が先よ。おじけづいたのなら去るがよい。 K の描く天下に興味がある。私も最後まで見届けるつもりだ。天下の大泥棒、ようなしてくれたの。お狐は仙人や人を恨んではりますの？さればこそ復讐戦としておるのじゃ。わらわが受けた屈辱、腹さでおくものか。そんなん言うたら、うちも人の子どせ。わらわが復讐を望むは、まずは仙人のみ。人なぞ、いちいち相手をするも煩わしい。いずれこの世界でもすべ復讐に変えよう。この世界？お前は別の世界から来たのか？そちらは何も知らぬのであったな。わらわに従い続けるのなら、いずれ真実を教えてやろう。